ございます。キング&プリンス大好き、まいこです。イエーイ。やばい、まだ詰めてない。前回私だけ赤くなっちゃったのはなんか電池がもうないらしい。シンクも。今首つけてきた。そしてこれ入れて。県民ホール来ました。整理券配布15分前です。何度参戦してもワクワクです。神奈川県民ホール来たよー。ほらね、エアフォースワンで来ました。意外とあ、そう、今日はかなちゃんがお供してくださいまして、本当に楽しい時間をすごい乗せようとしてくる過ごしていきたいと思います。イエーイ。横浜中華街プラプラ。今ち、今助けるよ。これやりたかったん行くか。めちゃくちゃ歩いた結果ここに行くって言って、まあ行けるかわかんないけど。本当だ、会議室兼レストランあるで。こんな感じ？レストランの音するよ、なんかどっかで。あ、これやん。もう絶対行くですやん。え、すごいじゃない。見下ろせるよ。フェアリーさんいるじゃん。海、広。すごい景色綺麗。めっちゃいいじゃん、ここ。お楽しみランチ、安い。野球系？あ、さだまさしさんもいるよ。あ、何？長嶋茂雄さんもいるよ。すごいじゃん、ジャイアンツいるよ。原辰徳選手も来てるよ。選手じゃないか、監督か。動画だったそろそろお時間ですね。はぁ、あっという間だな、時間が。人がすごい溜まってるよ。整理券なんてあったってみんな溜まっちゃうよ。溜まっちゃうよね。ね、買いたい気持ちは止められないよね。ふわふわラブケース。こちらです。はい、今回空いてる、よかった。
かぶっちゃった。参考 M のスタンプが集まったので景品と交換しに行きます。ありがとうございます。なんで裏返しなの、みんな違うの。え、めっちゃいいじゃん。下から見上げる中華街。中華街といえば食べ放題。まだこれしか来てない。今力を見っけ。人数にしてほしいのよ、逆に。あと物流。うん。かけ。うん。時間かけて写真撮るのでちょうどいい。食べるとき注意して。そう。ほんとだ、すごい出てくる。エビさんとこのまま行っていいですか。うん、マジでプリプリエビ。うん、うん、やばい。せっかくなので500円占いも行ってみたいと思います。手相お願いします。見て、わあすごい月じゃん。月これが横浜ですわ。夜中丸見え。じゃあ行ってまいる。行ってきます。ハウトゥーラブ最後の参戦してきました。今日マジ神回だったし、神席だった。皆さんすごい盛り上がってますね。それは僕がキンプリをフォローしたからですかみたいな。キャーみたいになった。岸くん昨日誕生日だったよねって言って、ハッピーバースデーって普通歌い出して、岸くんみたいな、これで彼も満足するでしょうって言ってた。今日ね、昼間もしかしたらうちらすれ違ってる可能性あるよ。嘘でしょ。皆さん元気ですか、イワシってやってくれるのね。でこれ言いたいのよ、言いたい、ね、本当は。今日ね、なんか私たちフェアリーのことを元気ズジュニアって言ってた。元気ズジュニアとして、ま、頑張ってください。嘘嘘って言ってた。かわいい。嘘嘘、日本語上手くなりたいらしくて、うん、いい日本語のアプリがあったら教えてくださいって言ってたよ。あと髪の毛、うん、あの次回髪色変わってる説あります。今回はポンパで、うん、メッシュとか金髪とか、要は、うんうん、ジン君とかショウ君と被ってると、まあ同じ美容師さんなんですよ。でその美容師さんから、なんかこの間同じの言われたけど打ち合わせしてるのみたいに言われたらしいの。へえ。で打ち合わせはしてないよ、なんか絶対真似してるみたいなことをイワチが言ってて、それ喋ってる時のイワチ照れてるのか、もう行ったり来たり行ったり来たりするから、落ち着かない。そう、真似しないでって言っといてって言ってたんで、誰かあの会う機会あったら言っといてください。ハッピーねー。楽しかったね。楽しかった、ありがとう。いつか本当に参戦させたいと思ってる。わかりました。ごめんなさい、なんか本当お金かかることだから本当に無理強いはできないけど、ちょっと無理してもらって。じゃあちょっと無理してね。でも好きになってればそれは無理じゃないから。確かに好きになってもらえるように頑張るから。うん、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。どうもさようなら。本当にありがとう。ありがとう。なんかあちゃ、え、本当にありがとうね。うん、急に。こちらこそ。バイバイ。ありがとうございました。気をつけてね。バイバイ。窓開けちゃうし、何もついてなかった。